これは新しいベンツではないかと思いますけど、ALS か、の ANG と、エイマーゲイバージョンですね、の、翼を後ろげ、走りの高めへと誘うものという、こういうふうに白く特徴的な、ベンツになっております。こういうの白くベンツは懐かしいですね。で、こう、リニアダイナミックな走りをいいのままに、熱く固める心の稼働は天をかけ、ちょっとわかんないですけどね、天を駆け抜ける、ごとくということでね、こういうふうに、まあ、走りを快適にして、鳥の翼のように白く決まりますという形です。で、胸の高鳴りを加速させ、走りを情熱を高めゆき空間。定期的なハイパフォーマンスを得る喜びに満ち溢れた無数の機能性と、税を尽くした最上のクオリティが、濃密な会話、調和を見せるということで、こういうふうにね。いやー、この時代の新しいベンツともなるとですね、高級感が一層増しましたね。全身的にこう高級感があって。やっぱベンツはやっぱりね、一番世界で最高の車と言われるぐらい、やっぱりいい車が揃いますね。で、こういうふうに天を跳ねけたち、豪邸の喜びを導くものということでね、こういうふうにベンツのようになったと。こういうね、オープンカータイプのベンツもあるということですね。まあ日本とオープンカーなんて言ったら海外で笑われちゃうんですけどね。あの、オープンカーって言葉が日本にしかないですからね。あんな変な言葉はないですからね。外国で言ったらオープンカーなんて言わないですから。で、スーパースポーツでダイナミックと開放的なエクスルーズを総合。美学を体験したことは、オープンエアに快適な進化をまとませるということですね。で、モデル光、光放つ、風に包まれ、身を包むたばというのは、無数の心情を決めたアスペクト、優美なデザインが調和した空間。磨き上げる最高の喜びは、隙間なく死の広がりを増していくということで、こういうふうなね、ベンツになっています。で、走る喜びを伝える安全へのこだわりということで、こんなふうにね、まあ、こういうベンツもあるのかな。こう、レースの指導をするようなベンツというかね、こういうのもあって。あとはこういうふうに、機械的には、こういうふうになっているよということです。かっこいいですよね、このベンツってね。で、こういうふうになっててね。約50年ぶりじゃないかね、こういう翼のあるベンツって言ったら。昔あったんですけどね。約そのぐらい前から。ありましたけども、久しぶりにこういう上にこうガルウィングで跳ね上がる、ベンツですね。このベンツやっぱかっこいいんだよな。トミカにもねありましたけども、あの非常にいいベンツだなと思いますよ。私はあのベンツとしてはこれはあの嫌いではない、ベンツですなと思いますね。で、あとはこのようなねふうになって、この後ろのこのシュッとしたこのデザインというのが好きですかね。で、こういう風に開閉わずか11秒。50キロまでの走行中、作動を実現した電動ソフトトップという風になっていますね。で、こんな風に、機能と優越性に限りないこだわりということで、こういう風にこだわり抜いた、メルセデス・ベンツであると。で、さらにスポーツドライビングの革新へということで、まあ、こういう風にメルセデス・ベンツは、まあ、進化をしているということですね。で、こういうふうに、室内の色まで、こだわることができると。本革から、こう、レッドとか、サンドとか、ポーレセンとか、こういう色った色が選べる。こういうところがやっぱりいいですね。やっぱさすが、お金持ちに読めらしてるということはね。まあ、お金持ちの人ってのは、ほんとこだわり抜いてる人が多いので、まあ、そうすると、まあ、こういったことを新車で買うときに、まあ、オーダーで、できますよってことですね。こういうふうに、内装もこだわってできる。これが本当の車作りですよ。本当に車好きで一人車を売って買ってもらおうと思ったら、やっぱこういうところまでね、やっぱりこだわらなければね、ならないなっていうのがありますね。こういうところまでちゃんとこだわりを持って作っているというところが非常に素晴らしいなというふうに思います。ホロとかもね、こう選べますし、ボディの色もこういうふうに選べるというところですね。まあ素晴らしい車。これがメルセデス・ベンツですね。まあ最近のやつはこういうふうに車種ごとに、ちゃんと車種の車がこう
写真載っててね、こうやって記載されるようになりましたけど、昔のカタログはね、まあ写真は写ってることは写ってるのもあるんだけど、中には写真がまるっきり写んないのもあってね、そうするとカタログで注文をするとき、あるいはカタログをもらうときに、これは何のカタログなのかわかんないということがあるとね、そうするとそれはほら実際車をね選んで、どの車をその中で選んで買うときに困るわけじゃないですか。だったらそういう時にこういう車ですよっていうのが2倍に分かればね、非常にやっぱ助かるんじゃないかなと思うんですけども、そういったところがこう選ぶ、こういう車種がちゃんとそれぞれ一つ一車種一車種こうやって映ってるっていうのがいいなって感じですね。どうもありがとうございました。